5000円の木工旋盤、乾電池を作りました。皆さんこんにちは。秋の文化祭出品作品である月面探査車、前回タイヤ作成を紹介しました。今回はその探査車の動力源である電池を作成します。電池って言ってももちろん本当の電池ありませんよ。では木材を切り出します。ちなみに先にこの横方向を切ってしまうと縦方向の切断時固定がしにくくなります。黒色のクランプで挟むと切断面が圧迫されて切断しにくくなります。なので私はこの順番で切断しています。中心を出しますが、コンパスで円を描くと中心のズレが分かりやすくなります。木工旋盤で削る前にカンナで角を少し落としておきます。では削っていきますが、軽く刃を当てるとまず緩みができるので必ず締め直します。私は角があるうちはバイトはパーティングツールで削り始めます。これが一番引っかからずに削れます。ある程度丸くなったらバイトをスピンドルガウジに変えます。スピンドルガウジは削る速度が速いです。ガンガン削れます。最後のバイトはスキューチゼルを使い太さを調整しながらならしていきます。乾電池の太さは33ミリですが、今回は35ミリで作成します。ヤスリ掛けをして切り離します。動画を見てここに穴が開いてしまうのではって思った方もいると思いますが、大丈夫です。その穴を広げて電池のプラス側の出っ張りを差し込むようにしています。この電池がどんな風に月面探査車に積み込まれるのかお楽しみに。
最後までご視聴いただきありがとうございました。